テカ。パラスティカの豆田でーす。今日は見てください、皆さん、こちら。ピザです。どうしてもピザが食べたくて、今回注文したんですけれども、ドミノピザのローストビーフとグレイビーソースっていう、ピザです。L サイズを頼みました。一人しかいないんですけどね。今日はこちらの L サイズのピザを一人で食べていきたいと思います。えい。パラスティカ。さあ、完食できるのか。いただきまーす。すごいね、これね、トマトとローストビーフだから結構お肉もね、がっつり乗ってるピザなので、めっちゃ楽しみにしてたの。期間限定なんだって。うまい！ローストビーフにも、しっかり味がついてるんですよ。なんていうんだろう、これ。ちょっと甘めの味なのかな？トマトとローストビーフの相性がめっちゃいい。で、これ一切れ食べても、あと1、2、3、4、6、7、8、9、10、11切れもある。うん、1個目食べた。ほんとチーズがいっぱいかかってるとこが食べたい。ここかな。 L サイズのピザ一人で食べることなかなかなくない？ちょっと贅沢だなと思って。美味しいな、これ。ハマっちゃいそう、一人で L サイズのピザ食べるの。いろんな味入ってるやつを頼んだんだけど、なんかこれすごい人気なんだって、このローストビーフのピザって、期間限定で。だからこっちにしたの。なんだこの葉っぱ。なんだこれは。ほうれん草かな。なんだこれは。なんだ一体。わからない。何の葉っぱなんでしょうか。パリッパリの葉っぱ入ってるわ、中に。パリッパリの葉っぱ、ローストビーフ、トマト、チーズ。今ドミノでやってるさ、すごいなんかアメリカサイズみたいなさ、ピザを頼んだことがあったのね。これめっちゃでかかったの。これこんぐらい、見えないか、こんぐらいだったのね。だから L サイズ頼んで、これ来てパッと開けた時に、え、待って、 L サイズこんなサイズなんだと思って、 M と間違えてんじゃないかと思って、私さっきメジャーで測っちゃったレベル。順当順当。まだ全然美味しくいただけている。あと7枚なんですけど、ちょっとここで味変したい。半分食べたところで、ちょっといろいろ持ってきますね。パラスティカ。じゃ、納豆とラー油、メモスコです。なんか意外とこのソースが甘めだったから、ちょっと辛いものをね、準備してみました。ラー油にしよう。私ラー油大好きで、何でもラー油かけるんですけど、味噌汁とかも、味噌汁、まあ、餃子とか納豆もそうだし、豚汁とかね、カレーもそうだし。天才。おいしい。ごま油が好きだから、あと辛いのがね。あ、もうこれはもうね、もうゴッドガッチャンコ。いや、もう美味しいよね。なんでも合うんだもん。だってほんと万能だよ、ラー油って。レモスコ食べたい。危なーい。やばい、ちょっと冷めてきちゃってる。急がないと。これすごい美味しくて、企画でなんかお肉食べた時があって、その時にね、バディさんが買ってきてくれたんだけどね、すっごい美味しいの、これ。はい、匂いです。レモンのいい香りもするし、ちょっとね、辛いんだよね。タバスコもさ、大好きなの。そう、アラビアータが好きだから、辛いのが好きなの、とにかく。だから辛い企画を今考えてるから。いただきます。うん。セットだね。餃子とかにも、あ、唐揚げいいね。唐揚げ超いいじゃん。なんかおしゃれだよね。なんか、レモスコーチありまーす、みたいな。てめえが買ってきたんじゃねえだろうって感じだけどさ。パラスティカ。これはチンしたので、まずこれをちょっと食べちゃいますね。納豆食べちゃいますね。高い方がさ、食べやすいじゃん、やっぱり。いくら食べるの早いとはいえ、やっぱりね、スピードと冷めるあれには勝てないのよ。うまい。納豆とこのローストビーフのソースが合うな。気をつけてね。納豆ちやすくなってまーす。みんな、最後の一口だよ。ふぅー。うん。ごちそうさまでしたー。パラスティカ。皆さん、今日はドミノピザの L サイズのピザを
一人で食べてみました。まあちょっとね、大食い企画みたいの続いちゃったりとかしたんですけれども、まあ今週はあと豆だずクッキングとかもあげようと思ってるし、まだ内緒の企画とかもあげようと思ってますので、皆さん明日からの動画もぜひお楽しみに。私たちのツイッターのアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、パラスティカでした。バイバイ。